はい、じゃあ紙をね、触っておいてください。そう、その向きで。メールもすごいですね。はい。これ木の間だ。ここでは何をやってるんですか？はい、じゃあ亀さん入れて。陶芸の、ろう抜きっていう技法で、ろうで絵を描いて、そこだけこう薬を。どう？うまくできた。うん。つかないようにして絵を置き、立たせるっていうような。あ、これが完成。そうですね、これは見本で、まあ、こんな感じになりますってことで。なるほど、こういうふうになるんですね。それで今、怪獣の絵を描いてるんだ。もう楽しみだね。子供の描く絵すごい素敵なんですよね。お名前すいません、教えてください。あ、三原と言います。三原さん、ずっとこういう活動をなさってるんですか？いや、全然、これ今回で2回目で、まだ始めたばかりというか、本職というか、陶芸をなさってるんですか？陶芸教室で。あ、教室でお手伝いを。はい、あ、そうなんですね。授業中です。なるほど。あ、ワークショップが2回目みたいな。そうなんです、ワークショップ今回2回目で、ね、いつも金沢文庫で。いえ、元々は横浜の鶴見なので。あ、そうなんですか。へ、ね、結構広範囲ですね、皆さんね。そうですかね。恐竜の骨がね。金沢文庫は初めて。金沢文庫は芸術祭は3年ぐらい出てたんですけど。なるほどなるほど。でもこういうワークショップは2回目で。楽しいですね。これを焼くんですか？そうなんです。これを焼いて。焼くのはどこで？鶴見に持って行って焼いて。あ、それで持ち帰る。1ヶ月後に。ここでね、立てるとね、意外といい感じがある。よく見るといろんな色が混ざって。ここでこう取って、立てて、こんな感じで。難しくなってる。手伝うね。言って。はい。300円。後でお父さんに言っといたけど、ね、小事故終わったの。あ、終わった。日本で置いといたやつなの。あ、そっからでもいい。こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。あ、田辺武。田辺さん、はい、今日は何を、やられるんですか？今日は、ヘンプアクセサリーのワークショップです。ブレスレットとかストラップとか。そうですね、これを作るんですね。はい、どういう感じでちょっと手順を見せていただけますか？手順ですか？なんとなくテープでダッと止めて、こういう色のついた棒を。それは何ですか？これはヘンプって言って麻紐です、ね。これも、はい、これも麻紐。染めてあるやつ。はい、はい。ちょっと時間かかるんですけど。編んでいくんですね。大体、はい、はい。ストラップだと、まあ、30分ぐらいで。あ、30分は結構。本気のいる。そうですね。でももう結構作業がもう単純なので、もうずっと同じ編み方をしていくと、螺旋状にねじれて。なるほど。またビーズ入れて、同じ編み方で、ずっと編んできて。結構早いですね。まあ、ちょっと編むの短くした。はい。ちょっとちっちゃいですけど。よいしょ。あ、できました。はい、携帯。
かも。あ、そう、椅子、じゃあ、椅子を借りしてもうこの活動は長いんですか？だいたい3年ぐらい。3年ぐらいやってます。あの近くのバオバメで、させてもらう。ああ、そうですか。バオバさんで。本職というか普段は何をなさってますか？普段は普通に働いてます。あ、そうですか。普通に働いて、まあ休みの日。金沢文庫芸術祭は結構ワンデーにも、ワンデーも出てます。あのワークショップとあとこういう作品の販売も、でも全部でこっち側で最後引っ張る。これ引っ張っていいんですか？引っ張っでここに結ぶ、で右の紐を4の上に、で乗っけた紐をちょっと強く、下も結構強くして、先ほどすみません、説明をもう一回。これはどういうものなんですか？あのヘナという植物で、はい、肌に直接模様を描くと染料が染み込んで、2週間ほど、あの柄が消えないんですね。あ、染み込むということは、ね、はい、ちゃんとやっぱり染まるわけですね。なりますね、はい、上から、ね、描くだけじゃなくて、はい、で2週間、逆に言うと2週間消えない、はい。完成です。完成ですか？はい、綺麗ですね、はい、これが今ペースト状態なんですけど、乾いていくとボロボロして、取ると肌にもう染み込んでいます。あ、なるほど、はい、今徐々に染み込んでる。そうですね、これを染み込ませてる状態です。この模様はなんか伝統的な模様なんですか？インドとアフリカのもともともう4000年ほど前からあるもので、クレオパトラもしてたって言われてるんです。あのお祝い事、結婚式とかのお祝い事に花嫁さんがやるものなので、で願いを書いてるうちに願いを込めて書いて消えていくと願いが叶うと言われてる。それぞれの模様に意味がちゃんとあるんですね。はい、あります。もともとそういうデザインブックっていうのがあって、うんうん、そこからアレンジをしたりとか。あ、アレンジね、はい、今例えばもう、この活動は長いんですか？1年ぐらいです。1年ぐらい、はい、すみません、お名前は。あ、中村です。中村さん、はい、後のすみません。1年ぐらい、はい、本業っていうか、本業は元町でこのボディーアートショップとパーティードレスレンタルの店をやって。ボディーアートをやっぱりやってらして、はい、あのこういうキラキラするボディーアートもやって、はい。